皆さんこんにちは、シューポンキノコです。今回はミエルコちゃんコラボの後半戦のミエルコちゃんの遺跡1階から5階を全体マップで解説していきます。解説の補足の画像などは全体マップに表示しますので参考にしてください。今回コラボということで驚きのマップがありました。それではやっていきましょう。1階です。簡単な謎解きがあるステージです。ピンクの四角の右端がスタートです。右から左へ書いてある矢印がこの後進む魔法陣になります。左の階段を上がると1から8の層があるのでそれぞれ書かれた順に進みます。まずは上、鍵を取って、ここも上です。次は下、鍵を取って、また下、次は左というように矢印の順番に選択していけば OK です。ちなみに間違えると、こんな場所に行くことになります。クリアです。2階、前面が氷のステージです。ここはマップが驚きでした。ひらがなで、み、と書いてあるんですよ。ミエルコちゃんの、み、ですよね。でも、大きすぎてマップ見るまで気づかなかった。こちら行き方はいろいろありますが、僕のルートはこうです。氷は止まれないので、滑り出しを気をつけます。右のバルブから、下のバルブを解除を、今朝の化け物を待ちます。遅いので焦らずです。そして戻る。次が緑のルート。数珠のある、赤い絨毯から出るときは、出る場所を慎重に。見ての通り、一マスずれるだけで、とんでもないことになります。あと、今朝の化け物との鉢合わせに、注意です。タイミング次第で、正面衝突になります。これが最後の鍵です。この後は紫のルートで、ゴールに行きます。クリアです。3階、鉄球のある高速ステージです。ちょっとややこしいですが、全体の行き方はこんな感じ。スイッチを開けて、鍵を取って、扉を出て、次へ、という流れです。往復全体を回って、スタートに戻ってくる感じです。一番下の銅像は、最初に押さず、回ってきてから押します。今朝の化け物は、プレイヤーと速度が同じくらいで、速いです。最後の銅像押しは、特に注意です。鉄球が転がるところは、こんな感じ。上下転がる真ん中の1マスは、鉄球が来ないので、なるべくここを進みます。それぞれのスイッチで開くドアは、ここです。順番は、扉のスイッチ、鍵の順です。今朝の化け物の足が速いので、かなり距離を詰められます。最後の銅像押しが、かなり追われる状況になるので、どうしても押せない方は、巻いてから来た道を戻って、ゴールもありです。クリアです。4階、銅像押しのステージです。4つの層からなっています。小さいので層ごとに拡大します。青いエリアのスイッチ台に、銅像を乗せますが、銅像エリアに入ると、道が見えなくなります。なのでトゲの位置を記憶する必要があります。銅像のルートは黄色の矢印です。トゲに気をつけて押します。扉の中の鍵を取ります。全体マップは最初から開いてますが、気にしないでください。2番目の層です。全体の作りは同じですが、トゲの配置が変わります。トゲが見えなくなって、銅像押しに回り込むときに、トゲに当たらないように注意します。あと、押しすぎたり、端に押してしまっても積んでしまいます。今朝の化け物は、最後まで出ないので、慎重に押します。2本目の鍵です。3番目の層です。このまま直線で、銅像はトゲを越えられます。でも自分はやられるので、回り込みます。3本目の鍵です。この後、銅像エリアでトゲが見えなくなったら、今朝の化け物が出現します。扉の向こうなので、この銅像を置いたら解放されます。トゲがあるので、上のエリアで巻いた方が安全です。
フィギュアです。誤解です。笑っちゃうくらい横に長いので、エリア別に拡大したものを、上に表示します。こちらチャレンジの、山の神様でやっていきます。数珠14に対し、鍵は5本、ランダムです。途中の数珠を漏れなく調べて、右へ進みます。注意なのが、ステージ全体を転がる鉄球です。今朝の化け物は、左から追ってきます。巡回鬼は、移動せず向きを変えているだけです。途中にある銅像で、視界を遮ることはできます。鉄球が来るので、やりにくい方はそのまま進んだ方が、良いです。巡回鬼は見つかっても、少し追われるだけなので、多少ゴリ押しした方がいいです。ここは銅像を押して道を、作ります。黄色の四角の銅像は、奥が3マスあるので、通った後に戻して、今朝の化け物を防ぐことが、できます。最後の3つの術は、特に鉄球に注意です。クリアです。チャレンジを見てみます。山の神様スキンで、5回を7回突破が終わりました。まだ他のチャレンジが残ってますが。見える子ちゃんコラボの遺跡の、全体マップ解説を、やってみました。今回も凝ったマップがありましたね。全体マップを作るにあたって、結構楽しみにしています。全体マップ解説、参考になれば嬉しく思います。それでは動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。